おはこんばんちは。かまいたちの夜2、監獄島のわらべ歌、続きをプレイしていきたいと思います。前回ね、夏美さんらしき人にこうやられてしまって、そのすぐ手前の分岐のところまで今戻ってきました。戻ってきたっていうか、そこからやりたいと思います。僕はマリに言った。A、かなこちゃんの反応、気にならないかい ?B、そういえば三木本さんって朝食に来てないよね。ここでじゃあ B を選びます。そういえば三木本さんって朝食に来てないよね。そういえば、そうね。さすがに食欲が出なかったのかしら。さっきまであれほど冷静に殺人犯の検証をしていた人が食欲をなくしたりするのだろうか。その時、僕は気がついた。三木本さんがただ一人、僕たちとは異なる方法でこの島に来たことを。マリー、ハーバーへ行こう。え、いいけど、でもどうして？後で説明する。早く。中庭を通り抜ける途中、マリーが僕に聞いてきた。どうしてそんなに急ぐの？もし三木本さんが犯人だとしたら、クルーザーで逃げられるからだ。急ごう。僕はマリの手を取り、乾ききった白い道を走り出した。何をしてるんですか？僕はクルーザーに乗り込もうとしている三木本さんに向かって叫んだ。よう。三木本さんは僕たちの姿を認めると、苦笑いを浮かべた。三木本さん、逃げるつもりですか？やっぱりあなたが殺人犯だったんですね。思わずそこまで口に出してしまった。殺人犯？三木本さんは一瞬顔をしかめたが、すぐに人を小馬鹿にしたような笑みを浮かべた。俺は殺してない。だいたいどうして俺があんなバカを殺さなきゃならんのだ。じゃあここで何をしていたんですか？昨日の暴風雨で船が傷んでいないかチェックしようと思ってね。でもまあ白状すると、人殺しがうろついてるような物騒な島になんか一秒もいたくない。だからいつでも逃げ出せるよう準備をしておくつもりだったんだ。だがちょっとできそうになくなった。どうしてです？三木本さんは僕の問いには答えず、いかにもアウトドア派が持つような高性能の双眼鏡を取り出すとマリに渡した。驚くなよ。あそこを見てみろ。三木本さんが指さした方角に、マリは双眼鏡を向けた。おかしいわ。あんなところに岩場があったかしら。マリから双眼鏡を借りて覗いてみる。遥か遠方の C 字の切れ目あたり。外界と接している部分だ。そこに前にはなかった茶褐色の岩場が海中から顔を覗かせている。でもあんなところに岩場があったら、来る時に船が通れなかったはずよ。マリが言うと三木本さんは蒼白な顔でうなずいた。その通りだ。あの岩場は左右にかなりの長さで続いている。座礁しなかったのは信じられん。3人でしばらく見守っているうちに、茶褐色の岩場は次第にしっかりした岩礁の様相を呈してきた。この辺り一帯の海面の水位が下がってきているんだ。三木本さんがそう言った。信じられないことだ。この島は三日月じゃなかった。沿岸だったんだ。潮の満ち引きに何か関係があるんでしょうか。わからん。わからんが、ただ一つ言えるのは、潮がもう一度満ちて水位が上昇するまで俺たちはこの島に閉じ込められたってことだ。僕はマリと顔を見合わせた。館に戻るか。みんなにこのことを報告しなくちゃな。玄関のドアを開けたとき、僕は出かける前とは微妙に違った異様なムードを感じ取った。
どこからか女性の泣き声が聞こえてくる。一人のものではない。複数の女性がすすり泣いている。僕たちはその泣き声に向かって進んだ。トイレの隣にある空き部屋の前で、みどりさんと OL2 人組が泣いていた。としおさんがみどりさんを慰めようとしているが、としおさんの顔にも血の気がない。何があったんです？僕はおずおずと声をかけた。としおさんが黙って部屋の中に向かって顎をしゃくった。僕たちは部屋を覗き込んだ。夏美さんが仰向けになってそこに横たわっていた。顔はどす黒く変色し、大きく開いた口から硬直した舌がナイフのように突き出ている。首には狐の襟巻きが巻きついていた。昨日本人が自慢げに見せびらかしていたやつだ。襟巻きの下から紫色の跡がのぞく。襟巻きで首を締め上げられたらしい。右の手首に傷がある。かなり深くえぐられており、白い骨が見えていた。おそらく手首を切断しようとして果たせなかったのだろう。トール、マリが僕の袖口を強く引っ張った。それで僕もやっと気づいた。マリが耳元で言った。わらべ歌。そこ虫村の女郎蜘蛛、嫌じゃ嫌じゃと泣いてござる。何が嫌じゃと狐子聞けば、悪たれいたちの風の神に手足もがれて散歩ができぬ、それが嫌じゃと泣いてござる。ビュービュービューのザンブラブン、ビュービュービューのザンブラブン。またか、狐の襟巻き。手をもがれかけた跡のある死体、わらべ歌と同じだ。これもまた災いをもたらすかまいたちの風の仕業だというのか。いや、そんなはずはない。人間が、それもここにいる誰かが夏美さんを殺したのだ。だが何のためにわらべ歌の通りに殺人を犯さねばならないのか。部屋の隅には香山さんが焦然とした姿で座っていた。目は真っ赤で、泣き疲れて涙も枯れてしまったようだ。その隣には村上さんと小林さんがいた。私が見つけたんだ。小林さんが僕にぼそりと言った。部屋にいても落ち着かなくてね。館の中をいろいろ見て回っていたんだが、この部屋の前の廊下に血がついてるのに気づいたんだ。思い切って開けてみたら、この有様だ。鍵はかかっていなかったんですか？ああ、慌てて外に飛び出したら、村上さんと清さんが通りかかってね。犯人の手がかりは？小林さんは首を振った。見つけたのはほんの10分ほど前なんだ。私たちも君たちとほとんど立場は同じだよ。つまり何もわかっていない。僕たちは黙り込んだ。部屋の外からはまだすすり泣きの声が聞こえてくる。夏美、なんで死んだんじゃ。お前に死なれたら、わしはどないしたらええんや。香山さんは床を拳で叩きつけながら絶叫した。僕は慰めの言葉もなく、黙り込むしかなかった。もうごめんだ、もうたくさんだ。次から次へと人が死ぬなんて、ここはおかしい。このままじゃ私もいつどうなるかわからない。私は島から出ていく。村上さんが部屋から出て行こうとした。どこ行くんや。うずくまっていた香山さんがムンズと村上さんの腕を掴んだ。逃がさんで。そうか、わかった。やっぱりお前が犯人かい。バカな、どうして私がこんな女を殺さにゃならんのだ。こんな女やと。香山さんは吠え声を上げた。夏美はわしには天使やった。お前にわかるか。
葉山さんが村上さんにつかみかかった。落ち着いてください。僕と小林さんで葉山さんを押しとどめた。村上さんが犯人だという証拠はありません。それに村上さんもどうせこの島から出ていけっこありませんよ。僕は島が沿岸になってしまったことを一度に説明した。みな口をポカンと開けて僕の話を聞いていた。最初は誰も信じようとしなかった。それはそうだろう。ついさっきまで三日月型だった島が輪になってしまうなんて考えられないことだからだ。キヨさんが大きなシーツを夏美さんの死体の上にかけた。そうですな、島が閉じてしまいましたから、三木本様のお船を外海に出すのは無理でございましょう。いや、岩礁を越して運ぶのはかなり難しゅうございます。おい、村上さんが大股に京さんに歩み寄った。あんたまさか島が輪になることを知っていたのか。は、はい。京さんはあっさり肯定した。この辺りの言い伝えでございます。50年に一度のかまいたちの夜の翌日には海の水位が下がりまして、島が輪になることがあると申します。ですから、皆様は大変珍しい時に居合わせたわけでございます。キヨさんは僕たちが軽運な体験ができて幸運だと言わんばかりだった。今から100年前、ちょうど明治の中頃でございます。暴風の夜が明けた翌朝、囚人たちの脱獄劇があったそうでございます。彼らは小舟で逃げようといたしましたが、なんと島はいつの間にか沿岸上になっており、船は立ち往生してしまいました。僕の脳裏に閉じた岩礁を前に唖然として立ちすくむ囚人たちの姿が浮かんだ。背後には館からの追っ手が迫る。そして捕らえられた彼らは見せしめのために縛り首に、表にある東側の監視塔に吊るされたのでございます。その後あの塔のことを縛り首の塔と申すようになったそうでございます。それが前々回のかまいたちの夜の翌日だったわけだな、と小林さんが言った。さようでございますけれども、夕方には元通りになりますので、皆様がお帰りになられる時にはそのちゃんとですので、何とぞしばらくお待ちいただきとうございます。キヨさんはおどおどと言った。とりあえずこの部屋から出よう、小林さんが言った。人目にさらしたままでは夏美さんがかわいそうだ。香山さんはともかく私たちは引き上げようじゃないか。もっともない意見だったので、承知した様子の加山さんを残して僕たちは外に出ることにした。待って。そう言ったのはマリだった。夏美さんの右手、ちょっとおかしいと思わない？何か握りしめているようだね。手首を切断しようとした跡があまりに凄まじいので見逃していたが、夏美さんの右手は何かをぎゅっと握り込んでいるようにも見える。香山さん、いいですか。僕は香山さんに一言断ると、かがみ込んでその手を開こうとした。しかし夏美さんは渾身の力で握りしめているらしく、指はびくとも動かない。ダメだ、固まってしまってどうしようもない。そう言って立ち上がると三木本さんが言った。諦めるのはまだ早い。指を包丁か何かで切ってしまえばいいんだ。香山さんが血相を変えた。このガキ、ようも言うたな。夏美の指を包丁で落とすやと。冗談にも程があるで。冗談のつもりじゃない。確かに指を切り落とすのはむごいようだが、それで真犯人を知る手がかりが得られればあんたも本望だろう。香山さんは牛のようにうなっている。とにかく俺はこの手の中に何が入ってるかどうしても見たい。2人目の犠牲者が出た。犯人は3人目を狙っているかもしれない。格好をつけるつもりはないが、3人目の犠牲を出さないためにも俺は手がかりを得たいんだ。
でも指を切るのはあまりに綺麗事を言うな。人が二人死んだんだぞ。命が奪われたんだぞ。指ぐらいどうってことないだろうが。僕は加山さんがまた殴りかかるんじゃないかとヒヤヒヤしたが、加山さんはうつむいたままだった。それじゃあ多数決といこう。それなら文句はあるまい。俺に賛成して指を切る方がいいと思うものは。挙手したのは三木本さん、小林さん、村上さんだった。俺が言い出したことだから仕方ないな。結果には従うさ。三木本さんは苦笑いを浮かべると部屋を出て行こうとした。待て。加山さんが言った。わしも賛成や。加山さん、夏美の恨みを晴らしたい。シャアから指は諦めるわ。加山さんは泣いていた。キヨさん、台所から何か切るものを。小林さんがキヨさんに言いつけて厨房から肉切り包丁を持ってこさせた。わし横向いとるさかい、あんたやってくれ。加山さんは包丁を三木本さんに渡した。俺が？いやや、チュンか。人の女房の指を切る言い出したんや。責任取ってもらうで。加山さんは包丁をぐいっと三木本さんに押し付けた。三木本さんはしばらく包丁を見つめていたが、いいだろう、俺がやろう。三木本さんは夏美さんの傍らにひざまずき、包丁を振り上げた。A、待って。僕は声をかけた。 B、僕は微動だにすることなくその行為を凝視していた。っていうかさ、死後硬直してるだけだとしたら、時間が経っても確か柔らかくなって開けるんじゃないかな。まあ、いち早くね、知りたいって言うんだったら指を切るのがいいのかもしれないけど、少し待ってば手は勝手にこう、なんていうのかな、開けるようになるから。切るのはちょっとさすがにかわいそうだと思う。いくら死体であったとしても。まあどうなんだろうな。そういうことを考えずにすぐにこう証拠を見た方が、この時には大切なのかもしれないけど、切りたくはないね。A、待って。僕は声をかけた。待って。僕は声をかけた。もう一度だけみんなで指を開かせてみましょう。切るのはその後でもできます。三木本さんが額の油汗を拭った。ち、気合がそがれたぜ。心なしかその声はほっとしたようだった。僕、小林さん、三木本さん、それに廊下にいた敏夫さんも呼んできて、夏美さんの指を一本ずつ握り、力を込める。ギリギリ、ギリギリ。という感じで少しずつ指が開いていった。やったぞ。三木本さんが弾んだ声で言った。なんだこれは。小林さんが夏美さんの手のひらからつまみ上げたのはマニキュアの小瓶だった。色は緑色。どことなく陰影がある深い色だ。どこかで見たような。僕が考え込んだとき、これは夏美のもんやない。加山さんが断言した。この部屋には化粧台もない。夏美さんはよその部屋で殺されてここまで運ばれてきたんじゃないか。三木本さんがぐるりと見回していった。そういえば床についた血の跡はそれほどでもない。三木本さんの説に皆が納得した。もしかしたらこれダイイングメッセージじゃないかな。なんだそのダイイングなんとかいうのは。小林さんが僕の顔を見た。殺された人間が犯人が誰かを示すために残すメッセージのことですよ。夏美さんはこのマニキュアで犯人が誰であるか僕たちに教えようとしたのかも。そこまでいかなくても、このマニキュアが犯人のものだということは十分ありうるな。と、敏夫さん。てかこれ多分みどりさんのマニキュアじゃないの。つまり、犯人は女ということだな。村上さんは OL 二人組、みどりさん、マリの顔を順番にねめつけた。ねめつけたってどういう意味なんだろう。
わかんない。当然のことだが、4人の女性は不快極まりない表情で村上さんの視線を跳ね返した。誰かこのマニキュアの持ち主に心当たりは？小林さんがマニキュアを女性たちに見せた。マリーは首を横に振ったので、僕はほっとした。ケコちゃんとカナコちゃんが顔を見合わせると、ケコちゃんがオズオズと言った。あの、みどりさんがこれを使ってるのを見ました。かなこちゃんもみどりさんの方を見ないようにしていった。珍しいものだからどこで買ったのか聞いてみたんです。そしたら、私じゃない！みどりさんが泣きながら叫んだ。私じゃないわ。確かにこのマニキュアは私も使ってるけど、これを使ってる人って世界中探したら5万といるはずよ。世界中じゃない、この島の中の話をしているんだ。かなり珍しいマニキュアらしいな。今この島にいる女性の中でこいつを使ってるのはあんただけだろ。村上さんが冷たい声で言った。見てはいけないと思ったが、僕の視線は勝手にみどりさんの指先に向かっていた。その爪には深い緑色が塗られていた。そんなに珍しいものじゃないわ。これだってなかなかいいからって人に勧められただけなのよ。夏美を殺したんはあんたやったんか。加山さんがのっそりと立ち上がると、いきなりみどりさんに踊りかかった。あんたが夏美を。違うんです。逃げようとして倒れたみどりさんに加山さんがつかみかからおうとする。待ってください。敏夫さんが加山さんの 両腕をつかみ押しとどめた。みどりはずっと僕と一緒にいたんだ。それにみどりは人殺しなんかできる女じゃない。何かの間違いだ。そのマニキュアが動かぬ証拠やないか。そんな。みどりさんは立ち上がるとどこかに走り去ってしまった。ほらみ、逃げて行きよった。やっぱりあいつが殺したんや。みどりを侮辱するな。殴られた加山さんは殺気をみなぎらせた目で敏夫さんを睨みつけた。やめないか二人とも。小林さんが割って入ろうとしたが、手出したら怪我するで。わしは本気や。夏美の仇を取ったるんや。僕も本気ですよ。妻を人殺し呼ばわりされて黙っちゃいられない。みどりさんが戻ってきた。胸にはハンドバッグを抱えて抱いている。私のはこの中に入れてあるのだから。そう言ってバッグの中を探し出した。しかしみどりさんの表情が次第に青ざめていくのがはためにも分かった。ないないわ。どうしたのかしら。確かにここに入れておいたのに。みどりさんは泣きながらその場に座り込んでしまった。茶番やわざわざバッグを取りに行くやなんて芝居が細かいの。本当よ、本当なのよ、信じて。みどりさんは両手に顔を埋めてうずめておえずしていたが、声をかける者はいなかった。あなただだけは信じてくれるわよね。敏夫さんは少しの間みどりさんの顔を見つめていたが、やがてうなずいた。あなた。みどりさんは敏夫さんの足元に泣き崩れた。だって一緒にいたって言ってたもんね。敏夫さんはみどりさんを立たせると二人で立ち去った。あいつら逃げるつもりはないやろな。加山さんが憤怒に燃えた目で二人の背中を見据えていった。無理でございますよ。島が輪になっている間は。キヨさんがぽつりと言った。あの女が犯人だったとはな。村上さんが感慨深げに言った。人は見かけによらぬものだ。そうと決まったわけではありません。最初の殺人の時にはみどりさんには一応アリバイがありますし、だいたいマニキュアを持っていたというだけで犯人、殺人犯と決めつけるのは無茶ですよ。それに動機がないわ。どうしてみどりさんが初対面の正岡さんや夏美さんを殺さなければならないの？マリが言った。人殺しに理由なんかないんだ。ただ殺したかったから殺す、それだけだ。村上さんが恐怖を煽るようなことを言う。もう嫌。かなこちゃんが悲鳴のような口調で叫ぶと廊下に座り込んだ。この島は狂ってるわ。
まともな人は一人もいないのよ。私帰る。言っただろう、帰れないって。三木本さんが言った。船はまだ7時間以上経たないと来ないし、島が円環状になっている間は俺の船も出せん。泳ぐのよ。泳いで島から出ればいいんだわ。かのこちゃんはそう言って泣きじゃくった。しかし そんなことが無理なのは本人にも分かっているはずだ。私たち部屋に帰ります、けこちゃんが突然言った。人殺しと一緒にいたくはありません。部屋にこもって中から鍵をかけていれば少なくとも殺されることはありませんから。そして立ち去ろうとする。こら待て、正岡の部屋の前にお前のイヤリングが落ちとった。そうやな、お前が夏美を殺したんとちゃうやろな。何も知らないくせに。私見たのよ。かなこちゃんはそれだけ言うと会場へ消えた。僕たちは夏美さんのそばを離れたくないという加山さんを部屋に残すと応接室に移動した。事態を打開するために話し合うことにしたのだ。どうして犯人は夏美さんを殺したんでしょう。僕がまず唇を切った。無差別殺人かもしれない。だとしたら次は我々の番だ。小林さんが投げやりな口調で言った。俺は小林さんが我孫子じゃないかと疑っていたんだが、さっきのことでますますその気持ちを強めたよ。三木本さんが言った。何を言う。この島で立て続けに2度の殺人が起きた。そしてあなたはその両方の第一発見者だ。前にも言ったが、第一発見者が犯人というのはよくあることだ。推理小説の読みすぎじゃないのか。それに正岡さんの時は徹君が一緒にいたんだぞ。こういうのはどうだ。あなたは正岡を殺して一旦部屋に引っ込む。そして廊下の様子に聞き耳を立てて待つ。どこかのドアが開いた音がしたら少し遅れて廊下に出て、その人物と二人で死体の第一発見者になる。違う、そんなことを私は。小林さんは必死になって否定していたが、突然。そうだ、あんた、キヨさん。端に控えていたキヨさんに向かって怒鳴り声を上げた。あんたに聞こうと思ってたんだが、大体我孫子というのはどんなやつなんだ。え？キヨさんがぎくりとした顔になった。それがでございます。私はつまり。キヨさんははためにもわかるうろたえた態度をとった。どうしたんだ、はっきり言ってやれ。我孫子は俺じゃないってな。三木本さんも立ち上がった。キヨさんは汗を大量にかき、おどおどした視線をあちこちに向け出した。我孫子はここにいる誰かなのか、それとも違うのか、この島に来ているのか、そうじゃないのか、男なのか女なのか、あんたは全部知ってるはずだろ。いえ、その、僕はキヨさんがかわいそうになってきた。相手はお年寄りですよ。そんなきつく言わなくてもいいじゃないですか。君は黙ってろ。三木本さんはキヨさんの胸ぐらをつかまんばかりだ。キヨさん、怖がらなくてもいいのよ。知っていることを話してくれるだけでいいんだから。マリがキヨさんを落ち着かせようと優しい声で言ったが、それがでございます。それが。キヨさんはおどおどするばかりだ。それがばかりじゃさっぱりわからん。村上さんが大声で言った。まさかと思うが、あんた我孫子を知らないんじゃあるまいな。実はその。村神様のおっしゃる通りなんでございます。僕たちは顔を見合わせた。どういうことですか。あなたが我孫子竹丸を知らないはずがないでしょう。それが。キヨさんはまたそれがを繰り返した。それが主人には口止めされておりましたが、
行陰惨な事件が起きた後では行ってしまうのもやむを得ますまい。キヨさんはやっと重い口を開け始めた。私の家は岸猿家の遠縁でございまして、岸猿家が没落した後もずっとここの管理を任されてまいりました。しばらく前にこの館を阿鼻子竹丸と申される方がお買い取りになられたと不動産業者から聞きまして。それで？すぐに阿鼻子様はご本人から電話がありました。自分にこの館の権利が移ったこと、今まで通り館の管理を任せるということ、月々のお手当は銀行振込にすること。ということはあんたは阿鼻子に会ったことがないのか？村上さんが腕組みをしていった。さようでございます。僕は唖然とした。一週間ほど前でございます。阿鼻子様からお客様を多数ご招待したから準備をするようにと電話で。それが昨日急に遅れるから一人で おもてなししておいてくれと連絡が。もちろん最初は先に来られるご予定でしたのに、それに昨日は。キヨさんはそこで少し息をついだ。昨日はカンマイたちの夜でございましたけれども、阿鼻子様はそれをご存じなかったようで、その電話でいくらご説明申し上げてもご理解いただけなく、局地的な天候異常なのでこの地方以外のものには理解できないのは仕方がないだろう。海が荒れ島が閉じて上陸できないかもしれないと申し上げましたが、最後の船でも主人はやってまいりませんでした。私は気が気ではございませんでした。おもてなしすると言っても私一人では。キヨさんは一旦言葉を切ると顔を上げた。私の主人は確かに阿鼻子竹丸ではございます。ですが顔を合わしたこともございません。ましてや主人がこの島に来ているなどと。キヨさんは小さな声になり、信じられないことでございます。私には何の説明も連絡もなく、私にも阿鼻子様が何をお考えなのかわかりかねます。しかし電話をしたことがあるのなら男か女かぐらいはわかるだろう。村上さんが言った。男の方でございました。声でわかります。女性が作り声をしていたとしたらどうかな。床林さん、そう言われてみれば。ですが竹丸とおっしゃるのですから男でございましょう。そんなものペンネームかもしれない。男名前の女性作家はいくらでもいるよ。三木本さんが言うと、そうでございますね。そう言われると中性的な声だったとは思いますが、最初から男の方だと思い込んでおりましたので。その後か細い声で、わかりません、女の方だったかもしれませんが。正岡さんも阿鼻子と電話で話したが男だったと言っていた。しかしそれはキヨさん同様、阿鼻子竹丸という名前からの先入観によるものかもしれない。阿鼻子竹丸は男なのか。ということはみどりさんは犯人ではないのか。だったらあのマニキュアは何だったんだろう。マリ、かなこちゃん、けいこちゃん、犯人から除外できるのか。 A、 わかった。 B、 わからない。 C、何かヒントはないだろうか。わかったって何がわかったんだろう。私は全然わかんない。何かヒントはないだろうかって誰に向かって言ってんだろう。これまたここで分岐してあれなのかな。終わっちゃうと思う。何かヒントはないだろうか。僕はこれまでの出来事を振り返ってみた。A、 昨日の出来事といえば、 B、 正岡さんが殺害された時は、 C、 館の調査では、 D、 夏美さんが殺害された前後は、 E、 ヒントを探し終えた。嘘でしょ。昨日の出来事といえば、なんだろうこれ。
正岡さんが殺害された時のことなんて分かんない。だっていきなり死んでたし。じゃあ一応 A から。昨日の出来事といえば、島に伝わるわらべ歌。ああ、小林さん、敏夫さん、みどりさんには招待状が来なかった。かなこちゃんとけいこちゃんは川村あきという人物を知らなかった。招待客全員が我孫子竹丸と面識がなかった。テーブルの下の電源コードが抜かれていた。夕食の時我孫子のメッセージが聞こえた。金本さんは一人だけ遅れてやってきた。なんかここ一個抜けてるな。食事後部屋割りが決められた。正岡さんは閉所恐怖症だった。三木本さんと正岡さんが口論した。あー、小林さん、敏夫さん、みどりさんには招待状が来なかった。来てないとしたら、本当ならばここにはいなかったはずの人たちだから、みどりさんがやったってことにはならないと思う。ね、川村あきという人物を知らなかったっていうのも、昨日の出来事なんだろう。これ一個だけしか選べないんだ。難しい。とりあえずこれにしよう。小林、どうして私は招待されてないんだ。そもそもゲームの舞台は私のペンションなのに。小林は、私は実は招待状をいただいておらんのですが、かまいたちの夜の舞台になったペンションのオーナーをしているものでして。へいへい、主人はまだこの島には参っておりません。ですがお客様が増えることはきっと歓迎すると思いますです。小林様、どうぞどうぞこちらへ。小林、そもそも私たち夫婦には招待状が来ていないんだよ。失敬な話だろ。年を、実は僕たちもそうなんですよ。年を、どうやら招待されているのはあの時の宿泊客だけで、ペンション関係者は外されたみたいなんです。あ、全部見れるあ、思い出せってこと。稽古、川村あきなんて名前私たち聞いたこともないんです。どうしてそんな架空の人物を登場させたのかな。川村あきなんて絶対関係ないわ。ただの作り話を真剣に考えたらバカを見るわ。これを見てどうしろというんだろう。この中に我孫子さんと面識がある人いますか。みなかぶりを振った。とんでもない。会ったことはおろか、ついこの前まで名前を聞いたこともなかった。我孫子さんとは直接は会ったことないんです。電話やメールでのやり取りが主でして、会うのは今日が初めてなんです。我孫子という男は年はいくつぐらいかね。かなり年配なのか。そうですね、男であることは間違いないんですが、年齢までは。何しろ話をしたのは一度だけで、あとはずっとメールだから、まあ20歳から50歳ぐらいの間でしょうか。テーブルの下の電源コード、あんただろ、あんたがやったんだろ。な、何のことでございますか。私はずっと厨房で料理をしておりました。嘘じゃございません。ほんまにほんまです。これ、どなたかコードをお抜きになられたのですか。私帰るわ。招待主は姿を見せない。不愉快な写真やおもちゃを置いてある。それに泊まるところは監獄だなんて、もう耐えられないわ。招待されてないのにそうね、みどりさんは招待されてないのにのこのこやってきて、部屋割りって関係あるかな。僕の部屋は村上さんの隣。正岡さんとみどりさんが部屋を交換。
明日。朝岡さんの部屋の前にかのこちゃんのイヤリングが置いてあった。もう分かんなくなってきた僕の部屋は村上さんの隣、マリの部屋はみどりさんの隣だった。マリの部屋はみどりさんの隣だった。ああ、ピンクに塗られたとこね。部屋の鍵は内側からかける昔懐かしいスライド式のロックになっていた。夜中に誰が忍んできてくれないとも限らないから、僕の部屋は24時間オープンのコンビニ状態にしておくからね。正岡さんの部屋は鍵がかかってなかった。わかりませんけども、閉所恐怖症、いやちょっと閉所恐怖症の毛があるあってね。この建物は窓が少ないから大したことはないんです。酔っ払っちまえばこっちのもんなんですが、いや難しいな。全部見れんの親切。やあおはよう、何をしてるんだね。風雨が止んだみたいだから確かめようと思ったんですが、これじゃ分かりませんね。小林さんはトイレだよ。今の声は何だ。マリは部屋で眠り込んでいた。角部屋の前にかのこちゃんのイヤリングが落ちていた。おや？イヤリングだ。かのこちゃんのじゃないかな。角部屋の前にかのこちゃんのイヤリングが落ちていた。正岡さんが喉を切られて死んでいた。久保田様、開けさせていただきますよ。よろしゅうございますか。みどりさん、みどりさん、開けてください。どうなんだ。あの窓は2階だぞ。真下には剣山が植わっている。窓から侵入して再び出ていくなんて無理だ。俺の言いたいのは、犯人は外から来たんじゃないということだ。つまりここにいる誰かが奴を殺したんだ。僕たちは各部屋を回り全員起こした。すでに止んでいた。とにかくみんなに知らせるんだ。こいつは殺人だぞ。かなこちゃんの部屋をノックするとすぐに返事があった。けいこちゃんの顔を見て僕は言葉に詰まった。泣いていたらしく目が真っ赤に腫れ上がっていた。
なんで泣いてたんだろう、大体この人。夏美さんの部屋からは返事がなかった。どこにおったんや。トイレや。うち最近すごい便秘でな、ちょっと気分変えて1階のトイレで。館の西側に行くと、ちょうど小林さんが敏夫さんを起こしたところだった。敏夫さん、みどりさんはいますか。ああ、隣の部屋にいるよ。正岡さんが窓のない部屋で寝るのは嫌だって言うから変わったんだ。なんだ、騒がしいな。村上さんはこちらがノックする前に騒ぎを聞きつけて顔を出した。だが、三木本さんは部屋にはいなかった。三木本さん、三木本さん。隣の空き部屋のドアが開いた。呼んだ？どうしてこんなところに。わからん。酔っ払ってトイレに行った後、多分部屋を間違えたんじゃないかな。いや、難しい。1階の調査、地下室の調査、2階の調査、中庭の調査。1階は京さんの部屋を除いてはほとんどが空き部屋だそうだ。あとは食堂、手洗い場、厨房など。廊下に並ぶ部屋を端から点検していったが、誰も隠れている様子はなかった。ここは私の私室でございますが、念のためどうぞご覧になってくださいまし。敏夫さんが押し入れやタンスなどは開けたが、雑貨類や衣服があるだけだった。結局1階の調査では犯人の手がかりらしきものは何も見つからなかった。地下室の調査。地下室への入り口でございます。何があるんだ。この館の貯水用タンクやらボイラー設備でございますが、ご覧になりますか。キヨさん、これは。さあ、何かの便でしょうが、詳しくは分かりかねます。ぐるっと一回り、あ、人は、ん？ぐるっと一当たり見回してみたが、どう考えても人間の隠れられるような隙間はなかった。2階には空き部屋を含めて19の客室と物置部屋がある。僕たちはまず殺人が行われた角部屋を調べた。三木本さん、これ。なんだよ急に。だな。時には暴風が吹いた後、鎌に血がついていることがあるそうだ。それは鎌で傷つけられた風の神様の血というわけだな。アクタレイたちの風の神の野郎は昨日の晩この館に来ていたってわけか。窓の下に目を向けると鋭い剣山が見えた。どう飛び降りてもあれをかわすことは不可能だ。正面に物置部屋の窓が見えた。ほな、ここはこれで終わりということで。おや、こいつは。何かありましたか。なんでもない、ただのゴミやったわ。あはは、ここもなんか不自然なんだ。この香山さんはこういう時何を見つけたんだろうと思うんだけど、多分自分の奥さんか自分の何かが落ちてたからはぐらかしたって感じがする。要は奥さんが疑われないようにとか、自分が疑われないようにとか。続いて隣の前の部屋、その他の部屋と調査は進んだ。物置部屋には気持ちの悪い品々が所狭しと置いてあった。犯人が身を隠せるほどの場所はなかった。窓の下に水たまりができていた。雨が吹き込んだんやな。やっぱここロープで渡ってきたのかな。地面に足跡は全くついていなかった。海から飛ばされてきたのだろうか。
大型のナマズなど大小の魚があちこちに落ちていた。事件があった窓の下を見聞した。窓から飛び降りたような跡はなかった。門の貫抜き穴には真新しい鎖がつながれていた。昨夜の暴風で吹き飛ばされたのだろう。屋根瓦が落ちていた、転がっていた。館の裏手にも門があった。ここも南京錠でしっかりと施錠されていた。された前後、食堂でかなこちゃんが突然怒り出した。ハーバーに三木本さんがいた。夏美さんの死体とわらべ歌の符号。第一発見者は小林さんだった。かなこちゃんとけこちゃん2人で部屋へ戻った。みどりさんのマニキュアがなくなっていた。これは結局なんだろう、みどりさんが犯人だっていう風に犯人が思わせたかった工作ってことになるんだけど、夏美さんがマニキュアを握りしめていた。キヨさんから聞いたかまいたちの夜の話。キヨさんもアビコ竹丸を知らなかった。これがちょっとね、ってことはこの中にアビコ竹丸がいる可能性もある。でもそうだとしたら村上さんはどうなんだろう。男だし、しかもその なんだろうシュプールに来ていない人。うん、あの人だけが前回のかまいたちの時にはいなかった人。ヒントを探し終えた。わからない。ここまであれして、まあ、でもわからない、わかんないよ、わからない。結局この館にいる誰一人としてアビコに会った者はいないのだ。しかも殺人犯人がアビコ本人であるかどうかさえまだわからないのだ。バカバカしい。村上さんが立ち上がった。私は部屋に引き取らせてもらう。ここにいても何の建設的な意見も出ないようだしな。みんな口に出さないだけで同じ思いだったのだろう。それをきっかけに全員応接室を後にした。なんかいつだって村上さん悪目立ちしてるからな。2階への階段がやけに長く感じられた。マリがそっと手を僕に差し出した。僕は彼女の手を握った。普段ならこんな嬉しいことはないと思えるはずだが、今は違った。マリの手は冷たかった。彼女の震えが僕にまで伝わってきて、僕の恐怖心も倍増していった。そしてこの冷たく震える手の持ち主が殺人者でないという保証はまるでないのだ。嫌だな。いや、一体何を考えているのだろう。僕はマリを疑う気持ちを自分の中から追い払った。中から鍵をかけておいた方がいいよ。その何があるかわからないから。そうね、そうするわ。マリはしばらく下を向いていたが、急に顔を上げ、心細そうに潤んだ瞳で僕を見つめた。トールの部屋に行ってもいい？この部屋にいると、隣から正岡さんの声が聞こえてきそうな気がして。迂闊だった。マリの部屋の隣は正岡さんの部屋だった。隣に死体があるような部屋に一人でいる気にはなれないだろう。もちろん。ベッドに腰掛けた僕たちはどちらからともなく体をくっつけ合った。これが都会のどこかの一室ならどんなにいいだろう。しかしここは海に浮かぶ孤島の刺繍に満ちた館の一室なのだ。のど笛をえぐられた正岡さん、手首を切られ襟巻きで首を絞められた夏美さん、二人の死体が僕の頭の中でぐるぐる回転していた。トール、マリが小声で言った。なんだい？私だけは信じて、お願い。
僕は胸の内を見透かされた思いで顔がカーッと赤くなった。僕は一瞬でもマリのことを疑った自分を恥じた。おそらくさっき僕のそんな気持ちがマリにも伝わったのだろう。だから彼女は不安になって、信じてるよ、僕はそう言うとマリの手を握った。ということで今回はここで終わりにしたいと思います。なんだか全然考えがまとまりませんけど、まあ誰が犯人かって言われても今現在では全然わかんない。しかも夏美さんだと思ってたのに、なんか前回の終わり方はもういかにも夏美さんが犯人だみたいな感じだったのにね。え、あの前作のかまいたちと全然違いますね。なんか誰が犯人なのかが本当にわかんない。前回はもうなんか一人、犯人はもう一人で決まってるような感じのなんか終わり方ばっかりだったけど、なぜか今回は夏美さんが犯人っぽい終わり方もしたりして、本当のこう終わりの感っていうのはちゃんとした犯人なんだろうけど、それ以外の分岐の週の場合は誰が犯人でもおかしくないような終わり方をしちゃうのかなと思うと、謎が謎を呼んでしまってちょっとわかんないですね。まあまた変な終わり方したら分岐をやり直していろんなエンドを見てみたいと思います。結構エンドがねいっぱいありそうなんで。というわけでご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは。